逃げるはずだ。逃げろ。先へ行かねばならぬ。さあ、矢で撃たれてしまう。早く、もっと早く。恐れなどに屈せぬ。この辺りに違いない。止めろ。目を狙え。たとえ死と隣り合わせであろうと。命が役に立たねえ。臆病者、今すぐ隣の村を攻めよ。負けを見送りにせえ。拙者がそなたを見つけられるなら、他の者にも容易に見つかるということぞ。ヒロキ殿、まことにあなた様でござるか。ここは危のうござる。逃げなされ、どこへでもいい。だがみんなおらんようになってしもうた。カギさんも子供も、わしの弟までも。皆、そなたが生きる姿を見ておるぞ。わしには行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐわかるようになろう。まだまだこれからじゃ。自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。次は
死ぬ。己を前に出せ。よく兄貴をやりやがったな、クソ野郎。くらいならと頼む、もうほっといてくれ。次はどこをやる。もう一発死ねえだろ、今のうちじゃ。どうした死ねえだろ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。死ねえ。猫にも犬が落ちて敵の用なしのキャブリがやつが死にしまえ。死んだだけだ。の手にかかるくらいならと。女房は、うちの女房はどこへ。次は伏せろ。犬の仕掛けるんだ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。死ねえ。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろ。お母
よ。誰だ。目をつぶってな。お父ちゃん、待たれよ。連れてかれちまった。拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。うどか言ってくれ。さようでござるか。どうかご無事で。勘弁してくださる。食わさずやすやすと。おじいよ、命だけは。これで最後だ。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。よくにせよ。うん。
あいつらは全部持っていけ。にじみしちまう。どう？斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさい。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。
せ。こいつら百姓は何も持ってない。侍、遅すぎだ。それ、腹をかっさばいてやれ。この温度の相手に何。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。頭をかち割ってやる。
ぞ。ヒロキ殿、生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと、拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。愛子、まことにそなたであるか。愛子、
どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れた地、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。あだ焼ける。この血は朽ちておる。下がれ。どうしたというのだ。また汚れなし清き者。はい、わしはお前などにあれん。この者のけども自らを蝕んでおるようじゃ。松野じゃ。Yeah!
馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々とは。誇りはないのか鬼め。待て、くさばれ。この橋は崩れぬだろうか。諦め、頭を下げや。ひれ伏せと言ったのじゃ。わしに屈せや。
うわっ！